マリサ、最近レバノンでものすごい爆発があったらしいね。ああ、大ニュースだったな。化学薬品の貯蔵施設が爆発したらしいぜ。海外のそういうニュースを見ると本当に日本は安全だなって思うわ。地震や豪雨の自然災害はすごく多いけどな。でも、日本の土木建築技術はとっても高いじゃない。だからたとえ自然災害が多くても全然安心だと思うの。霊夢よ、確かに日本の土木技術は世界最高水準だけど、慢心は良くないぜ。過去には土木分野に関する大失敗で多くの尊い命が犠牲になった事故だってたくさんあったんだよ。例えば笹子トンネルの天井落下事故ってあっただろ？あ、そういえば、かなりの大事故だったよね。これは明らかにトンネルの設計ミスだし、維持管理の面でも大失敗だったんだぜ。でもトンネルの天井が落下するって今一つピンとこないのよね。どういう失敗だったのかしら。土建マニアのマリサ、解説よろしく。ゆっくり土建図鑑。それでは今回は、笹子トンネル天井板落下事故について解説していくぜ。笹子トンネルとは、山梨県大月市と甲州市の間にある、中央自動車道のトンネル。天井のコンクリート板が約130メートルの区間にわたって突然落下したというのが事故の概要だぜ。130メートルもの長さだとひどい被害だっただろうね。そう、走行中の車複数台が巻き込まれて9名の尊い命が奪われてしまったぜ。これは日本の高速道路上での事故としては死亡者数が最多の事故だったんだ。確かに当時はニュースやワイドショーで盛んに報道されていたな。では事故の詳細について説明していくぜ。発生したのは2012年12月2日午前8時頃、東京方面に向かう上り線トンネルの大月市側出口から約1700メートル付近で、トンネルの天井であるコンクリート板がおよそ270枚、突然折り重なるように崩れ落ちたんだ。このコンクリート板はなんと横5メートル、奥行き 1.2 メートル、厚さ約8センチ、重さ約 1.2 トンもあるんだ。1.2 トンのコンクリートの板が270枚も落ちてくるのは怖すぎるわ。この時走行中の自動車3台が下敷きとなってしまい、そのうち2台から発火したんだ。これによってトンネル内では火災が発生。内部ではレスキュー隊が事故現場に向かえないほどの高温の煙が充満したんだぜ。この時内部からは携帯電話で助けを求める連絡もあったんだけど、救助作業は難航してその命を救うことはできなかったんだ。すごく悲惨な事故ね。ところで結局、コンクリートの板って何のためにあったの？この事故ってそれのせいよね。ざっくりと説明すると、トンネルの換気ダクトの役割を果たしているんだ。いまいちピンとこないし、そもそも見たことない気がするわ。まあ現在の日本ではまあまあ少ないタイプのトンネルだったからな。霊夢の知ってるトンネルの換気方法はこういうやつじゃないか？あ、これは見たことあるわ。というかこれってトンネルを換気する装置だったのね。換気装置がついていないと内部が自動車排ガスで真っ黒けになっちゃうからね。だからこのジェットファンと呼ばれる巨大な扇風機でトンネルの片側からもう片側へ空気を流して換気しているんだ。でもさ、こんな扇風機でトンネルの換気なんて本当にできるのかしら。ジェットファンは台風並みの風速30メートルくらいあるからね、霊夢が思っているよりも強力な扇風機なんだよ。でも確かに昔はこの方法じゃ不十分なことも多かったんだ。というのも昔は今よりもずっと自動車の排ガスが汚かったからな。今の車は排ガス規制とか厳しいもんね。そこでもっと強力な換気方法の一つとして、この応流換気方式があるんだぜ。これは新鮮な空気を換気ダクトから車道全体に均一に供給しつつ、排気する方法なんだ。このタイプのトンネルの断面はこんな風になっているよ。見ての通り、天井がついていてその上には仕切り板がある。天井の上の空間は換気用のダクトになっていて、片方は送気ダクト、もう片方は排気ダクトの役割を持っているんだ。これによって、トンネルの全長にわたって空気を循環させることができるというわけだぜ。なるほど、天井の意味がよくわかったわ。それにしてもなんでこの天井は落下してしまったのかしら。原因が気になるわ。よし、それでは原因を解説するぜ。この天井板と仕切り板は、トンネル最上部からぶら下がった吊り金具で固定されていて、さらに吊り金具はアンカーボルトで固定されているんだけど、そのアンカーボルトが抜け落ちてしまったんだ。アンカーボルトって何？コンクリートに埋め込んで使うボルトのことだぜ。霊夢もこんなやつ見たことあるだろ？ああ、建物の基礎とかに使われているやつね。そうそう、地震とかで抜けたりしないように頑丈に埋め込まれているぜ。特に笹子トンネルのやつはケミカルアンカーというタイプで、コンクリートとボルトが接着剤によって繋がれているんだ。ではなぜそんなに強力なボルトが抜けてしまったのかというと、まず挙げられるのが接着剤の接着不良。要するに接着剤が不十分だったということだ。これは事故後の調査で判明していて、どう考えても工事ミスだぜ。あとは経年劣化も原因の一つだな。
ここで使われたと思われる接着剤はアルカリ環境下で下水分解によって劣化するんだ。コンクリートに含まれるカルシウムイオンなどのアルカリ成分が悪さをしていたと推定されるぜ。接着不良はともかく、経年劣化は防ぎようがない気がするわ。確かにそうなんだけど、それなら定期点検をしっかり行うべきなんだ。笹子トンネルは2000年、2005年、2012年に詳細点検が実施されていたんだけど、その内容があまりにもずさんだと指摘されているぜ。例えばこれは2005年の点検状況だ。この時はなんと路面上からの目視点検しか行われていなかったんだよ。え、天井板の上は点検されなかったの？全然意味ないんじゃないの？その通り、構造的に一番劣化するのは天井裏なのに、そこを点検しないなんて適当すぎると言われても仕方ないよね。そしてこれが7年後の2012年、事故発生の2ヶ月前に行われた点検状況だ。この時は天井裏も点検されているみたいね。そう、それにこの時は作業員が届く範囲でボルトをダウン検査しているんだ。でも手の届かないトンネル最上部についてはやはり目視点検だけ。結局ボルトと接着剤の経年劣化を見落として、点検から2ヶ月後には事故が発生してしまったんだよ。事故の原因となった部分はずっとお粗末な点検だったのか。事故発生直前の点検で見抜けなかったのは悔やまれるね。どう考えてもヒューマンエラーだよね。それと、このトンネルにはもう一つ重大な欠陥があったんだぜ。霊夢、この事故の原因は天井裏のボルトが抜け落ちたことだって説明したけど、何回わかんないか？ボルトが1箇所抜けただけでこんなに長い距離にわたって天井板が落下したのは解せないわ。そうそう、それなんだ。これはこのトンネルの設計ミスによるものだぜ。何がダメだったのかというと、全部の天井板を隣同士で連結していたことだな。これによって一つの天井板が落下しただけで、周囲もドミノ倒しのように崩落してしまったんだよ。もし天井板を連結していなかったら、崩落するのは6メートルくらいの区間で済み、死亡者は0人だったのではないかと言われているぜ。実際にトンネルの天井板落下事故は2006年にボストンでも起こっていたんだけど、落下した天井板は10枚だけで、笹子トンネルほどの大事故にはなっていないんだ。というか、同じような事故があったんだったらもっとしっかり点検するべきだよね。本当だよね。この事故はたくさんのヒューマンエラーが重なって起こった人災だと言えるぜ。ちなみに事故の後、笹子トンネルの天井板は撤去されて国内の同じタイプのトンネルでも天井の点検が行われたんだ。結果、事故の起こっていないトンネルでも天井板の撤去が行われたりしているぜ。ちなみに撤去された後は換気用のジェットファンが設置されているよ。同じ事故を起こしたら目も当てられないもんね。そうだな。事故の後迅速に他のトンネルの天井板も撤去したのは大事なことだと思う。結局、何が言いたかったのかというと、世界トップクラスのトンネル技術を誇る日本ですらこんな失敗を犯してしまうことがあるということだ。現在日本ではトンネル以外にも様々なインフラの老朽化が指摘されているから、点検も慎重に行う必要があると思うぜ。では今回はここまでかな。最後まで見てくれてありがとうだぜ。